ルドルフ・パイエルス、1937、ルドルフ・エルンスト・パイエルスは、ドイツ生まれのイギリスの物理学者、王立協会フェロー。一次元電子、孔子系が構造を不安定性を持つことを指摘した。ベルリンでユダヤ人実業家の息子として生まれた、ハイゼンベルクやパウリの下で、原子物理学を学んだ。はじめは、半導体の電性に関する研究を行い、これが、 量子物理学へと結びついた。ヒトラーがドイツで政権を取ると、パイエルスはイギリスのバーミンガムへ移り、1939年頃までには、フリッシュやチャドウィックと共に、原子の研究を行った。1940年に、核分裂のエネルギーに関する論文を発表した。これが、アメリカやイギリスの当局の興味を引き、パイエルスは1943年に、 マンハッタン計画に参加した。戦後は1963年までバーミンガム大学で、ついでオックスフォード大学で1974年まで教鞭を取った。1968年にナイトに上された。1953年には東京及び京都で開催された国際理論物理学会に出席するため来日した。2004年10月2日。 オックスフォード大学の理論物理学の建物はサールドルフ・パイエルス理論物理学センターと命名された。ありがとうございます。